今夜私の一冊をご紹介いただくのは、敷島製パン代表取締役社長森田敦夫さん。日本の食卓を彩ってきた100年企業を守る森田さんの人生を支えた珠玉の書籍とは。私の一冊は、白洲二郎、占領を背負った男です。日本で一番かっこいいと言われている男、白洲二郎のダンディズムに迫る評伝の決定版です。日本人にこんなかっこいい男がいたのかっていう、まあ、そこがまず最初 の、 ポイントですね。白洲二郎はですね、プリンシプルっていうことを人生の軸にしていたんですね。いわゆる人生の生き方の大原則という、まあ、訳し方をされてるんですけども、要するにこうブレなく生きるっていうことだと思うんですが、その戦前戦中戦後 の、 この混乱期、その乱世の時代にそのプリンシプルを持ってこう生き抜いたというところが素晴らしいなというふうに思いましたね。若い頃、まあ、彼はケンブリッジ大学戦前留学してるんですけども、しかもその英国の貴族と対等に付き合ったりとか、あるいはその上流階級のガールフレンドができたりとかですね、イギリスの上流階級がわけのわかんない東洋から来た日本人にね、恋しちゃうような、恋をさせちゃうような日本その人物だったっていうところは、そもそもすごいなと我々もそのコロナの前は、まあ、米騒動で世の中が不安定だったんで、そういう思いで創業したという、そういうふうに思い込んでたんですけど、実は当時もスペイン風邪で世界中がパンデミックで、まさにその当時と同じ環境に置かれたわけですね。この 2,3 年で世の中が本当に大きく変化をして、しかもその変化のスピードがね、そのコロナ前の10倍速20倍速のスピードで大きく変化している。ちょうど2020年はちょうど100周年だったんですけども、その100周年がまさにコロナで迎えたものですから、まさに乱世の時代ですよね。その乱世の時代こそ、自分と若い人がですね、その自分なりのそのプリンシプルを持って、その切り開いていってほしいなというふうには思います。次回は岡谷興機社長岡谷武弘さんの私の一冊です。